よく、親からの愛は無償の愛であると言われるが、実際はその逆かもしれない、真の無償の愛は、むしろ子供から親へ向けられるものではないだろうか。写真、部屋の中で座っている夏、目黒連水木、古川琴音の、親から子供への一番の愛情って選択肢をあげることだと思う、という言葉の、 選択肢とは単に進路や習い事の選択肢を増やすことにとどまらない、より本質的には誰と生きるかの選択肢を与えることを意味するように思えた、自ら選んだ人々とつながりを教えてあげること、それもまた親の愛の一つの形なのだと思わされた海の始まり、最終話だった。朝 パジャマ姿で横たわる海泉谷聖奈2に大竹しのぶと平李十号は優しく声をかけた朝ごはんを食べようよしかし海は 食べたくない、とそっぽを向いてしまう、茜は黙って台所へ向かい、おにぎりを握る、そっと海の傍らに座り、食べなきゃだめ、生きなきゃいけないからと、小さなおにぎりを差し出す、そして、茜は水木が旅立った日もご飯を食べたことを語り出す、どれほど胸が痛み、食べる気力さえ失っていても、小さなおにぎりを口に運び、明日を生きなければいけない、それが生きるということなのだ。私たちは日々 さまざまな記憶を抱えながら生きていく辛かったこと嬉しかったこと忘れたくないこと忘れたいこと弥生はかつての妊娠中絶について至って事実は大切にしようと思った忘れなくていいって思うと安心して忘れるための時間を作れたのと振り返る何かを忘れないと前を向けないこともあるしかし 必ずしもそうである必要はない、忘れることと向き合うこと、その過程や時間の使い方は、一人一人違うのだから、最終回の直前に目黒蓮が自身の Instagram に、作中でも伝えていますが、自分を犠牲にしてまでも誰かを優先するのではなく、自分を大切にしてほしいですと書いていたように。 大切なのは、自分のペースで、自分なりの方法で前に進むこと、夏、目黒連は夏の時間軸の中で、海は海の時間軸の中で、それぞれのやり方でゆっくりと、前を向いていくのだろう。時には立ち止まっても、大切なのは、その記憶とどう付き合っていくかを、自分で選ぶこと、それは、水木が海に最後に教えてあげた、生きていく上での一つの術とも言えるのかもしれない。最終回を迎えた今 このドラマが始まる直前の産方のインタビューでの言葉を思い出す伝えたいわけじゃないことは家族は素晴らしいものということです家族を嫌いだっていいと思っています家族ではないつながり思った登場人物たちの感情や選択が何より重要な作品だと思っています家族と聞くとある意味では選べないものにも思える血のつながりは時にどうしようもなく濃いでもそうでないつながり を持つ人だだって家族と呼べるはずだ弥生、有村架純が、私が楽しいかどうかは私が決めますと昔の夏に言ったように、自分が誰と一緒にいるのが楽しいのか、一緒に生きていきたい人は決められる。弥生も、角、池松壮介も、山と木戸大成も夏のアパートに居合わせたのは、海と夏の力になりたいからなのだ。水木の手紙の中に書かれた、 人は二人の人から生まれてきます。一人で生きてくなんて無理なんだよ、という言葉は自分で選んだ人たちと支え合って生きていく。そんな関係性もまた確かな家族なのだと思わせてくれる。血縁だけが家族じゃない。そして亡くなった人もその人の記憶の中で生き続ける大切な家族なのだと。